これがジャンボウェルカムスーパーです。おすごい、すごいじゃん、ね、結構デカめだったね、でかい。ちょっと来たかったんよ、来る機会もなかったね。24時間数はい、結構見ないよ。本当だ、わあ、これは美味しいものが見つかりそうな予感。もう伊達さんが吸い込まれてったけどない。え、ないの？ない。これのピンクのやつが欲しいんだよ。大丈夫です、慌てなくても逃げないんで。このラーメン出ました。お、来た。定番お土産ルーローハン缶詰です。え、マジで？はい、あるある。これ35元だから、まあ130円、40円ぐらい、うん、安いね。これね、いつも買って帰る。これいい。これあれですよ、この間紹介した。あ、ホタテのね。ホタテのホタテ、珍しいね。これマジ、私今回これ買ってないから。え、すごいね。めっちゃ美味しい。あのね、クリームとめっちゃ合う。あ、そう、クリームパスタにして食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。白菜のクリーム煮とかにも使えそうだね。できるできる、うん、いや、これ欲しいな。ね、これ気になるよね。唐辛子と砂糖と食塩と水、大豆油、ごま油、調味剤ですね。でもこれ超近いよね。うん、まあ、絶対そうだと思うんだよね。いや、これあったらもうご飯が進むくんだと思います。じゃあ買います。はい、私も買います。あー、そう、ちょっと辛辛が全然違うね。この手の辛味ちょっと変えてきて、なんかやっぱ使い方わかんなくて残念ですよね。私の愛してやまない袋麺とか、私と先輩が食べた超美味しいキキはね、ここには多分ないです。あ、そうなんですね。残念。そう、めっちゃ美味しい。これね、おすすめなんだけど、調味料バーン、調味料バーン、なんかね、こういうのとかが あそこでかけてちぎってとか。そうなんだ。好き、好きなこのレモン胡椒、うん、これ唐揚げとかにちょっとかけてしかも安いんだよね。本当だね。調味料いいよね。アイシュー。何が好きなの？これは次きっと出会う機会があるんで、その時に思うんです。次出会った時で見て、いつも食べたい、でも無理って諦めるんだよ。え、このなんかクッキー&クリームやばい。そうね、これ美味しそうね。この層もやばい、ね、もう我ね、こういうの大好きなんですよ。ジャイアントコーン食べたくなるじゃん。これはあれじゃないですか、第2の映えスポットじゃないですか。第2の映えスポット、つまりです。映えスポット見つけるの得意だから合ってますか？合ってます、合ってます。合ってます、ありがとうございます。伊達さん、美里さんが、え、そっちそっちだったの、美里さん。いいえ、めちゃくちゃ甘い、かっこいい、イケメンだった。まさかのこれだったよ。美里の家はこれにします。おっちゃ、おっちゃ、おっちゃ、あ、美しいね、これ何？おっちゃさ、なんか長くない？あら、美しい。おたずき、おたずきする。え、ほら、え、なんかページ変えてる。おたずきする、おたずきする。あ、伊達さん、いつも飲んでるやつ、安い。18度、18、ちょっと下にめっちゃでかいのある。やばい、42。持って歩けない。もう1個買って、それを継ぎ足しながらで、これ100みたいな。それでもいいぐらい。冷蔵庫に入れといて ね、ちょっと重いでしょ、それ重い。え、何リットル？すごい。2？ あ、2だわ。2だ、2リットルだ。高さじゃないんだ。ね、あ、やば。これらが求めていた。求めてましたね。海苔味ね。いや、それ買いましょう。よし。わしさ、ちょっといい？はい。これにさ、めっちゃ今ハマってて。え、それ何？え、レンズの。全国の
ポテトなの、はい、揚げてないのこれ、低カロリーってことだね。量が多い。そう多い、あのコンビニで売ってるんだけど、あセブンで今売ってて、うん、でめっちゃうまいから私買いだめしてんだけど、なんかずっしりしてる。なんだろう、すごい、なんか、ね、40g くらいしか多分入ってなくて、これ80、すごいね。これレイズじゃん、だからレイズの、本当だ、レイズなんだよ、レイズなんだよ。え、私はレイズにも出会っていた。そう、出会っていた。すでに出会っている。これがね、うん、あのこれが超美味しいな、これが。それ何？これはです、サワークリームです。おパッケージもね、サワサワしててね、うん、ちょっとなんか高級感をね、いい、これ食べたらハマるからみんな。やばい、なんか今ホテルにレイズ祭りが、レイズ祭りが、あ、来ましたね。あ、はい、はいはい、ありがとうございます。ホロ酔いみたいな、ホロ酔い、あ、ほんとだ。お？お？紹興酒マジもないじゃん。紹興酒をね、ソーダで割ってドラゴンハイボールにするのがめちゃくちゃ美味しいんですよ。あね、美佐子さんなら分かるんでしょ。分かりますよ、美味しいんですよね。分かります、分かります。サワさん、はい、こちらの男性についてどう思いますか。ちょっとアメリカンすぎるね。ちょっとアメリカンすぎる。すいませんでした。サワさん知っているか、私はこんがりコーンが好きなの。え私普段お菓子食べないようにしてるけど、こんがりコーンめちゃくちゃ好き。そうなの。ね、私上のレイズ祭りがやばくて、私たちもすでにこれとこれはコンプリートしましたよ。はい、あとはもうオリーハロー、そう、あとオレンジのチーズも多分もらってるんですよ。私もこの下にさ、この分解茶置いたんだ。これで大丈夫だからっていう、いけるいけるみたいな。これ甘いから、あ、そうだわ、さすがだよな。でもこっちさ、ゴーヤ味だよ。え、苦いんじゃない。ほら、にこやかなさ、ゴーヤくんが沖縄さん、めっちゃ笑ってるやん。ヒナウリって書いてる、やばいやん。ゴーヤちゃんって美味しいんだよね、私昔飲んでた。うん、まあ、飲まないんだけど。これ飲みます。みんな分解していくね。分解したい、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 まだまだ足りない。そうだ、分解が足りてない、分解が足りてないぞ。腹を眺めながら分解が足りてないな。まだ足りないよ。変えて歌ったら2人ね。3人で歌う。あ、分解するものない。ない。必要ない。必要ない。必要ない。え、ちょっと待って。さつまいもケーキあんじゃん。あ、本当だ。クリスピーだから、クリスピー、え、さつまいもクラッカーみたいな、あ、これ、あ、え、美味しそうじゃない。美味しそう、なんていうんだろう、フロランタン的な。これ何、揚げた芋を固めたものじゃない、これ。そうです、油から入ってる。ほら、大丈夫、絶対うまい。ちょっと怖い。いや、でも私たち分解茶買ったし、私も買えば、これ食べられるのかな、ちょっと気になるよね、これね。気になる。しかもこれ、ここのスーパーのプライベートブランドだから。そうじゃん、本当だ。え、買いましょう。ないですね、分解茶買ってるから我々。そう、分解茶だよ。無敵だ、分解茶。浜田さんにはいらないんだよ。いや、いります、これを分解します。必要ない、必要ない、必要ないわ。分解したい。あたし夢を見ているのかな。1時50分でございます。深夜、ど深夜、はい。なのにこれからどこに向かうんですか。火鍋に火鍋に、ほい、サイズ感わかんのかな。ちっちゃかった。いただきます。あ、これ、あ、これはね、カラムマですわ。本当？うん。ゴマは絶対好きだ。これはうまい。